八黒温泉っていうところでしたけれども、本当に周りは何もないですね。なんかもったいない気がする。非常に湯量が豊富で、加水とか加温は行ってないということなので、非常にもったいない温泉ですね。なんかこれで、ビニールハウスの施設ですけど、なんか入りやすい施設ができるといいかなと思うんですけど。ただそうですね、人はあまりここいませんのでっていうか、観光でちらほら人が見かけましたけど、入ってるのは私だけだったんで、なんか非常にのどかなとこでもあります。